6時20分ですね。6時半もう。いや、他の川行ったんですけど、濁っててここだけ濁ってなかったんですね。で、8時48分まで下げです。で、昨日はちょっとね、こう朝の9時ぐらいからね、2時間ぐらいやったんですけど、全く何もなかったんで、まあまあ、下げがいいかなっていうことで、今日は、はい。こっから2時間半ぐらいね、打っていきたいと思います。はい。早いな。今投げてるのがファンベイトス、ファンスティック150。40g のペンシルね。早いね、流れるな、やっぱ、ね、出ないなぁ。6時半か。まだ2時間下げるんでね。今でもだいぶ打ちやすいけど。多分トップには反応しないね。このトップがダメなんか。そんなことないよね。ちょっと変えましょうか。ちょっと流れに入れてみましょうか。これね、100の DR。ワイヤーじゃないんですよ、これ。ファンベイトじゃないね。レアリス、通常レアリス。どうしようか、こういうか。スナップの強度を確認しました。めっちゃ強い。ブレーキ弱い弱い、なんかスプールに当たってんのかな。ゆっくりね。あー、めっちゃ流れ聞いてる。今日これで全部ちゃうかな。
6時53分ね、来て今20分ぐらいです。それでも2センチぐらい下げたかな。聞いてる。なんか吸ってんのか。吸ってないでしょ。こことかさ、どうなんやろね。まだなんか。お、食った食った。食ったな。おっかっけ食った。おいつよし、強いけどね、強いね。ジャックだ、でかでか。でかいでしょう。パプアンかと思ったけど。あ、ごめんごめん、ちょっとすごいな、お前どうぞ。すごいよ、ちょっと洗おう。うわ、追っかけてきてたね。40、確実40アップだね。42、3あるわ。マグロジャックです。 A サイズ、レアですね。一回当たって、その後次の回かなと思ったらね、追いかけてきて食べてくれましたね。潮止まり1時間前なんですけど、もう流れが、すげえ、なんか追っかけてきた。ちっちゃかったな。ちょっと早く巻くんかな。こう野菜とこはね、バイブとかね、あともうちょっと流れが入ってる時の方がいいと思うね。
深深いっすね。大体満潮がね、あの壁の濡れてるとこまで、この前、昨日の晩ね、あったんですね。さあさあさあ、はい、時刻は7時58分、もう8時ね。だからこのあと1時間で追加できるか、追加したいね。結構 A サイズを取りたいな、パパンバスね。あ、食った食った、外れた。これ食ったけど外れんだよな、フックガードがついてるから。